皆さんご機嫌いかがですか。リビングライフの時間です。私は埼玉県にあります北本福音キリスト教会の牧師小西直也と申します。今日も皆さんと共にリビングライフのテキストを用いながらこの御言葉の素晴らしさ、その奥深さ、それを共に味わいたいと思います。今日は8月10日の月曜日、今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙の4章25節から32節までです。リビングライフのテキストには今日の箇所のタイトルとして新しい人として歩み人の徳を養う人とあります。このタイトルの意味を考えながら御言葉を共に味わってまいりましょう。エペソ人への手紙4章25節から32節。ですから、あなた方は偽りを捨て、おのおの隣人に対して真実を語りなさい。私たちは体の一部分として互いにそれぞれのものだからです。怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままでいてはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。盗みをしているものはもう盗んではいけません。かえって困っている人に施しをするため、自分の手を持って正しい仕事をし、骨折って働きなさい。悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因をされているのです。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどを一切の悪意とともに皆捨て去りなさい。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいて、あなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさい。このエペソ人への手紙は、ご存知のように、使徒パウロが書いた手紙ですけれども、パウロの手紙というのは大体同じような構造になっております。大体は前半が、信仰の教理を、どのような信仰を我々は持っているのかということを教えて、そして後半にそのような信仰に基づいてクリスチャンは一人一人がどのように生きるべきかという、具体的な適用が書いてあるんですね。でエペソ人への手紙の場合は、前半の3章がその教理の部分、そして後半の 4章から6章までが実際的にどのように生きるかという具体的なこの、適用が書かれている部分ですね。そして4章では一節からの最初のところから大体このクリスチャンとしての原則的な生き方というのが書かれているわけですが、この25節以降がですね、今日のところからですけれども、生活の中の具体的ないろいろな領域というか、その面でどのように生きるべきか、より具体的なパウロの教えが書かれているところであるわけですね。で今日の、このリビングライフのテキストを見ますと、前半に捨てるべき罪とあって、そして後半には恵みを与える生き方というふうにありますが、細かく見てみると、パウロは、大体この5つのことについて語られているというふうに思うんですね。例えば25節では、これは、嘘をつくということに関することであります。26節、27節には怒りということが扱われています。28節では盗むことが書かれています。そして29節は
言葉の問題が取り上げられています。そして30節から、まあ、32節まで、まあ、ひっくるめて言うと、まあ、心の中にいろいろある苦々しい思いとか、まあ、そういうものについてのことが書かれている、まあ、そのように見ることもできると思うんですね。でそのようにして、まあまあ、テキストでは捨てるべき罪とありますけれども、それは嘘をつくことと、それから、まあ、怒りということ、そして盗みというその問題ですね。信仰というのは、この私たちはこの自分の生活に信仰というのは何かこうアクセサリーのように付け加えていくものというものではないと思うんですね。信仰というのは神様と共に新しい生き方を始めるので、生き方は今までと同じであってはいけないわけですね。クリスチャンになってからこの神の子供としてまあふさわしく歩むということなんですけれども、まあ、その一つがこの偽りを捨てなさいというふうに25節で言われています。まあ、この聖書を見るとサタン、悪魔は偽り者、あるいは偽りの父というふうに、まあ、ヨハネの福音書なんかでは言われているんですね。つまり神様とは正反対のことなんです。イエス様は言われました。私は道であり真理であり命である。真実なお方を信じる私たちがこの嘘ということを、まあまあ、もちろんこの、まあ、嘘も方便という言い方がありますから、全てがその、まあ、場合によってはですけれども、それが必要な場合もあるかもしれませんけれども、私たちの生き方としてこの真実を貫いて生きるということの大切さ、イエス様は真実な方ですから、私たちもそれに見習っていくものでなければいけないと思います。それから26と27は怒りの問題ですけれども、怒ること自体が罪であるとは思わないですけれど、というのはイエス様ご自身も怒りを見せられることがありました。特に宮清めの場合に、神殿で、この祈りの家と呼ばれるべきところがこの、まあ、強盗の巣のように商売の場になっていましたよね。ですから私たちはこの神様のことを考えるときに怒らなければいけないという時もあるはずなんですね。ですから怒りそのものはその罪ということではないと思うんですけれども、ただ私たちはこの怒りというのはどうしても我々の感情と非常に強く結びついてますので、その怒ったことによってこの自分の この感情をコントロールできなくなる場合があるんですね。ですから怒ってしまってつい言わなくてもいいことを言ってしまったり、それが何かの形で行いに出てしまったりということがあると思うんです。だから聖書ではこの26節パウロ書いてますけど、怒っても罪を犯してはなりませんよ、そして日が暮れるまで怒ったままでいてはいけません。ですから怒ること自体は悪くはないとしても、その感情のコントロールをきちんとすることができるものでなければいけないということが教えられていると思うんですね。やっぱりこの自分をコントロールできないということは本当に不自由なことですね。本当の自由というのはどのような状況であっても自分をコントロールできることであると思います。それから28節は3つ目ですけれども、これは盗みの問題があります。これはもう実戒の一つに盗んではならないということが書いてあります。で、ここでパウロが言っていることは、この盗むのをやめてむしろどうするかというと、この28節の1行目の後半から、かえって困っている人に施しをするために自分の手を持って正しい仕事をし、骨折って働きなさい。ですから盗むとかそういうことをする前に、まずこの働く、この仕事をしなさいとパウロは勧めています。このしかもその働く目的は何かというと、ここで困っている人に施しをするためとあります。自分のため、もちろん自分の必要を満たすためでもありますけれども、仕事をすることによって、働くことによって、他に困っている人を助けることもできる、施しもできる。それは本当にこの自分だけではなくて、他の人にも徳を、良いものを与えることができるということになるわけですね。ですからむしろ仕事に専念しなさい、力を注ぎなさいとバールは進めています。後半のところでは恵みを与える生き方とありますけど、この最初の29節はこれ言葉の問題ですね。言葉というのは、まあ、心とつながっています。イエス様が言われた言葉の中に、心に満ちていることが口から出てくるのですよと言われましたから、まず私たちは心が本当に主にあって喜びと感謝とこの平安で満ちていなければいけないわけですね。ここには
悪い言葉を一切口から出してはいけませんとあります。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話して聞く人に恵みを与えなさいとあります。私たちはこの口が与えられましたけれど、神様から与えられましたが、それによって人を傷つけることもできるし、人を生かすこともできるんですね。ですから本当に言葉というのは非常に大きな力を持ってますけれども、私たちは主にある、このイエス・キリストに習うものとして、本当にイエス様のように人を立たせる、人がこう立つことができるように、そのような言葉を語っていきたい、そのように思います。そして、5番目としては、特にこの31節に無慈悲とか憤り、怒り、叫び、そしり、そういう一切の悪意とともに、これも皆捨て去りなさいとあります。これはなぜかというと、この30節にあるように、こういう、気持ちを持って生きることは神の聖霊を悲しませるということになるからですね。もちろん三位一体の神ですから、この世に生きることは御子イエス・キリストを悲しませることであり、また父なる神を悲しませることであるわけですね。私たちは本当に神様の大きな犠牲によって救われたものですから、そして神の子供としていただいたものです。ですから親である神が本当に喜んで、くださるような、私たちはそのような思いで神に喜ばれる生き方を目指していきたい、そのように思います。今日の箇所はエペソ人への手紙の4章の25節から32節まで。テキストのタイトルは、新しい人として歩み、人の徳を養う人とありました。またサブタイトルにも、恵みを与える生き方とありました。私たちの人生は1回しかないんですけれど、その人生、1回きりの人生を、私たちが他の人にこの、例えば傷を与える生き方をすることもできるし、あるいは他の人々に恵みを与える生き方もできるわけですね。それは自分が選ぶことです。私たちはキリストによって新しく生まれ変わったものとして、他の人々の徳を養う人、あるいは恵みを与える人になって歩んでいきたい、そのように思います。それではお祈りをいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、私たちはただイエス・キリストの十字架によって全ての罪が許されてクリスチャンとしていただきました。どうか私たちは新しく生まれ変わったものとして、イエス・キリストの生き方に見習って、人の徳を養うもの、あるいは他の人々に恵みを与える、どうかそのような生き方ができるように助け導いてください。救い主イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。